室堂から望む白山奥愚と御前方。白山信仰は、加賀国、越前国、美濃国にまたがる白山に関わる山岳信仰。古くから古市の白山として、鹿に歌われた白山は、富士、立山と並び、日本三名山の一つに数えられる、修麗な峰であった。また、白山から流れ出る豊富な水は、四方の川を満たし、それが広く、 田畑を潤すおかげで、人々の生活と農人の一切が成り立っていた。このため、古代より白山は、命をつなぐ、親神様として、水神や農業神として、山そのものを身体とする原始的な山岳信仰の対象となり、白山を水源とするく流川、手っ取り川、長良川流域を中心に崇められていた。奈良時代になると修験者が、信仰対象の山岳を、 主限の霊山として日本各地で解散するようになり、白山においても大腸が登場して解散が行われ、原始的だった白山信仰は主限道として体系化されて今日一般に認識されている白山信仰が成立することとなった。白山信仰の歴史や伝承についての研究は多いが白山信仰がどのような地域に広がっていったかを扱う地理的観点からの研究は 少ないという指摘がある。だが、白山信仰の地理的研究が難しいというわけではない。白山信仰には白山神社の存在が欠かせないが、白山神社は白山信仰の浸透を見る上での重要な指標であるとされ、白山神社の分布を見れば白山信仰がどのような地域に浸透していったかを知ることができるという指摘がある。こうして、 白山神社の所在を確認していった研究では、石川県における、加賀地方の南部こそ、石川県側における白山信仰の主要な部隊で、あるとされる。その根拠として、加賀地方の南部には、白山や白山姫神社が位置するほか、白山を源とする主要な河川が4つも流れており、中宮の八院、白山五院、三火事といった白山信仰関連の寺院も、 たたみられることが挙げられている。白山の三馬場と全城道主人天皇7年に白山を仰ぎ見る養廃所が創建されたと伝えられる。祭人はくくり姫村、いザナギの村、いザのミ村の御柱であった。その後、717年に主元者隊長が加賀国白山の主砲御前方に登って瞑想していたときに、 緑壁家から十一面観音の衰弱である旧統流王が出現して、自らを、伊沢の未村の化身で、白山妙人、妙理、翌718年に、大長は、午前方に社を築き、城山頼大権元を奉仕した。平安時代には、加賀、越前、美濃の三国に、全浄土が設けられ、三賀の馬場は、加賀の馬場、越前の馬場、吉野の馬場なりと呼ばれた。 そして、神仏集合により、820年には、それぞれの馬場に、白山寺、平泉寺、長崎寺の神宮寺が建立された。延暦寺の末寺となった、加賀国白山寺白山本宮、越前国霊王山平泉寺、美濃国白山中宮の町滝寺は、白山頂上本社の再試験をめぐる争いを続けたが、漢文八年白山六は、江戸幕府の抗議五両となり、 霊王山平泉寺が白山頂上本社の再試験を獲得した。白山主弦は白山頂上本社、中宮の八院、下山七社で、一山組織をなし、白山主と三千を数、馬の花も向かぬ、白山権源と言われるほど、中世には、加賀国を中心に、宗教的にも、政治的にも隆盛を極めた。白山主弦は、熊野主弦に次ぐ勢力だったと言い,い、 特に南北朝時代に北朝方の河諸直が吉野一山を攻めて南朝の敗勢が決定的となった際には吉野熊野山参観の入り法が途絶したため白山主元が勢力を伸ばし日本全国に白山信仰が広まった。原平清水期や平家物語に記された白山主とが対立した加賀国主を追放した暗言事件に代表されるように加賀国では 白山主元は一向宗と並んで強大な軍事力を有する教団勢力として恐れられた。しかし、戦国時代には一向宗門徒によって焼き討ちにされて、加賀国では教団勢力は衰退したが、江戸時代になると加賀藩主前田家の支援により復興された。白山主元の宗兵は三門の宗兵と結びつき、特に霊王山平泉寺は、 最盛期には8000人の僧兵を要したと伝わる。明治維新による神仏分離、廃仏希釈によって主言道に基づく白山権元は廃者となった。三馬場のうち白山寺白山本宮は廃寺となり白山姫神社に強制的に開祖された。霊王山平泉寺も同様に廃寺となり平泉寺白山神社に強制的に開祖された。 白山中宮の町滝寺は、廃寺は、免れたものの、長岳白山神社と天台宗の潮流寺に、強制的に分離された。山頂や登山道の各地に置かれていた仏像は、この時引き下ろされて廃棄される運命にあった。しかし、銅像十一面間の音母殺立像など発体が、白峰村の林西寺住職、火星防止の手によって収集され、現在も、 同時境内の白山本地堂に安置されている。日本総統州の道元禅寺が僧から帰国する、前夜に白山権元が壁元録の写本を助けたとの伝承がある。このことから総統宗広本山栄平寺は白山権元を栄平寺の守護神、神寺神,神としており、毎年夏には栄平寺の僧侶が白山に参詣して、奥の宮の前で般若心経を独唱する。 トラダニキには、大祖経山禅寺が、白山宇治湖と記されている。加賀全城道、日の木新宮付近の湧水は、大城寺五仏筑水と呼ばれ、当時の野市にあった、大城寺境内の井戸と繋がっていると言われる。2018年より、湧水周囲及び湧水までの登山道を大城寺が、国から下流系管理している。白山信仰を表し、加賀国白山美名神社を、 総本社とする白山神社は各地に鎮座し、その多くは祭神をくくり姫神、イザナギノ村、イザナミノ村の見柱としている。白山神社は日本各地に2700社余り鎮座するが、特に石川、新潟、岐阜、静岡、愛知の各県に多く分布する。東日本の被差別部落に白山神社が多く祀られており、その理由については、 諸説あり未詳であるが、一説には、江戸浅草新町の矢野断罪門が進行したことで、広がったという。中世には、加賀白山美名神社の前身である、白山寺白山本宮や、美濃国の白山中宮の長滝寺、越前国の霊王山平泉寺が、延暦寺の末寺になっていたことから、天台宗や白山主玄の普及とともに各地に、勘定された。勘定元としては、 白山寺、白山本宮、白山中宮の町滝寺、霊王山平泉寺が主で、長田記事より誕生したものが最も多く、現在でも白山神社が最も多くあるのは岐阜県である。しかし、この三社のうち、縁起式神明帳に記載されているのは白山姫神社だけであるため、明治時代に白山姫神社が日本全国の白山神社の総本社と認定され、 各地の白山神社の多くは、白山姫神社から感情を受けたというように吉者を書き換えた。ありがとうございます。